どうもアルゼンチンの皆様こんにちは。僕は明日日本に行きます。待望の日本旅行でお楽しみだよ。だって日本といえばさ、芸者藤山、そしてマッチングアプリの国だろ。羽田に着いたら僕はまずマッチングアプリがしたいね。一日中羽田のホテルに引きこもってマッチングアプリだけをするよ。24時間だよ。だってさ、観光したら負けだからね。もう一度言うけども、観光したら負けだからね。僕はそう思ってるよ。それが僕のプライドだよ。メッシさん、2000ペソの投げ銭ありがとうね。僕の夢は日本に来て特派員になることです。日本のいろいろな情報をホマエラーに向かって発信していきたいと思ってるよ。だから日本の方でこれを見て僕を雇ってくれる方いたら、僕のアドレス、@comar までご連絡をしてください。いつか日本の NEJP のアドレスが持ちたいね。またメッシさんの質問。日本でマッチングアプリの次に気になるものは何？やっぱり日本のグルメが気になるね。僕らはさ、ぶっちゃけて言えばネズミの肉が一番うまいと思ってるだろ、ぶっちゃけて言えば。でも僕は本当に申し訳ないけども、日本の駅弁の方がうまいと思ってるよ。だってね、精神病院のようなスペースの箱の中にバラエティに富んだ食べ物が詰め込まれてて、まるでアトランタ大陸に沈む宝石箱みたいなんだよ。本当だよ。僕は日本のグルメで一番うまいのは駅弁だと思うよ。今回の旅でそれを見届けたいと思ってるよ。ここからがおまけのコーナーだからね。僕が普段日本の人とどのような会話をしているか、お前らに見せつけてやるからね。お前らみたいな片言の日本語だと日本の人と会話するのはまだまだ難しいからね。つるるつるっガチャ。もしもし、田中さん。僕は今これから明日多分ひょっとこ日本に行くのですが、日本に行くについて何か注意事項を教えてください。ん？そちらは今深夜の3時？何言ってんだよ！注意事項教えろよ！盗難に気をつけろ。うん。あとは？ぼったくりに気をつけろ。うん。あとは？地下鉄の路線図がわかりづらい。おー、田中さん！あとは？イヤホンの断線に気をつけろ。田中さん、冗談がきついよ！え？マジなの？あとは？自動販売機の釣り線の取り忘れに気をつけろ。マジなの？あとは？税抜き価格と税込み価格の違いに気をつけろ。大したことねえな。お前それが注意事項かよ。アルゼンチンだと殺されるんだぞ。鉄砲で撃たれたり戦車に踏まれたり地雷踏んだりよ。その国から日本に来るやつに対して何生優しい注意事項言ってんだよ。お前が今言った注意事項は俺らから見ればパラダイスだよ。日本は理想郷？聖地なのか？俺は明日エルサレムに行くのか？だとしたら、お前をゴルゴダの丘に貼り付けにしてやるからな。どうもすいませんでした。申し訳ございません。どうもすいませんでした。おやすみなさい。日本ではね、最後にどうもすみませんでしたって言葉を使えば全てが解決するよ。とても大切な言葉だから、お前ら覚えとけよ。うん、それでは、日本を愛するアルゼンティーナがお送りをいたしました。人類、皆、仲良くしましょう。